学生服ですね。そうですね。はい。じゃあそれでは、効果音の後にロマキュンゼリフを言っていただきますが、一つ目の効果音お聞きいただきましょう。まだこれ本番じゃないですよ。こういう音です。どうぞ。はい、なるほど。電話に電話がまあイケメンからかかってきたかなっていう。まあ確かに電話持ってますもんね、この人。あ、本当だ、細かい。ハンズフリーで多分スピーカーでやるタイプの人やる感じなんですかね。でもマネキンの可動部がそこまでいかなかったという感じもいたしますけど、じゃあこのイケメンシチュエーションに一応こう司君の声で言っていただきたいというふうに思っております。じゃあ梅原さん、準備よろしいでしょうか。大丈夫です。私は用意アクションというともう一回先ほどの効果音流れますので、その後にお願いいたします。はい。それでは用意アクション。毎日電話するのが嫌じゃないかって。嫌に決まってるじゃん。だって俺はさ、電話じゃなくて毎日会いたいんだから。はい、ありがとうございます。おっとこんなに破壊力があるとは思いませんでした。でもこんなに破壊力があるのに本編では割とセーブしっぱなしなんですよ。そうなんですよね。いいコーナーですね。お気に入り。めっちゃいいコーナーですよね、皆さん。いいですね。ありがとうございます。もっとやれもっとやれもっとやれ。ただね、もう配信のカメラのとこすんごい凝ってんなって思ったんですけど、一番いいセリフ言ってる時にマネキンドアップなんですよ。なるほど。あくまでこのイケメンが言ってるってことですからね。イケメンが言ってるってことですからね。はい、ということで一つ目でございました。ありがとうございます。ではお隣に移動していただきまして、どういう格好してるんですかね、これ。ビジネスマン、社会人なんだと思うんですけど、社会人がこの格好することもなかなかないとは思いますね。じゃあこちらも効果音聞いていただきたいと思います。効果音こちらです。理解。はい。あ、でも高橋さんもう理解。理解。想像今できましたよ。どういうシチュエーション想像されました？言わない方がいいに決まってるじゃないですか。みんな今どこにいるかは分かったでしょう。きっと。伝わりましたかね。あそこです。はい。ドアが開く音がしましたからね。はい。はい。わかりました。じゃあそれではそのドアの音の後にまたロマキュンゼリフ言っていただきたいと思います。では行きます。2人目。よーい。アクション。ただいま。疲れた。ご飯にする？お風呂にするって。どっちもしない。お前も幸せにする。やばい。いやいや。どういう設定なんですかね。今高橋さんが思わずしゃがみ込まれました。普通に全部好き。全部好き。めっちゃいい。これ当てないといけないですからね。そうですよね。小松さんの選んだの。ちなみに初め想像されていた効果音のシチュエーションは合ってました。はい。自分エプロンしてる方でみたいなイメージではありましたね、一応ね。ご自宅に帰ってくる新婚さんなのかなみたいな感じだったと思うんですけども。はい。どうしたんですか、梅原さんの言葉がだいぶ少なくなってきて恥ずかしくなってきましたよね。もう一個だけやっていただきたいと思います。ここまではよくあると思うんですけども、最後はもうほぼ貴族ですね。もうおかしな格好してますもんね。貴族かこれ。はい、じゃあそれではこちらも効果音ご用意がありますので聞いていただきましょう。どうぞ。あらあら。これはそうね、こうウェディングからお葬式までいろんなことが効果音ですけどね。じゃあこちらの効果音の後に最後3つ目のロマキュンゼリフ言っていただきたいと思います。よーいアクション。普段は敬語とか使わないけど、この言葉にだけは使うね。好きです。僕と結婚してください。おおこれこれでもね、鐘が鳴ってるってことは教会かどっか、まあだから結婚まだ申し込んで OK してもらってないのに教会にそういうことですよね。そういうシチュエーションですよね。ありますけど、いやしかし今このセリフを聞いた後の高橋さんのリアクションがもうあんずちゃんまんまでしたけど。いやいやいや、もうでもなんかもうなんか壁になっていいですか。ちょっとなんか私ステージ上にいてこれの感想を求められるの大変恐縮家なんですけど、いや本当にどれも大変良かったんですけど、美香子さんがまたこう、うわーこれはいいぞって思ったものを選ぶってことですよね。そうなんです。この中でどれがそうだったのか、じゃあお二人ちょっとじゃあ元々の真ん中の方にねお立ちいただいてもよろしいですかね。はい。これ梅原さんも答え知らないんですか？知らないですね。お伝えしておりますよ。はい。ということで現状皆様が見た状態、イケメン梅原、イケメン高橋、イケメンという状態になってると思いますが、さあじゃあそれでは二人でねどれが小松さんお気に入りだったか、はい。全部これだって旦那さんだけじゃない、美香子さんの旦那さんをイメージすればいいんじゃないか思っちゃって。そういうことだとしたらやっぱ家に帰ってくる、ね、ただいまとかですかね。まさか前野さんもここでネタにされてると思わないでしょうね。逃避しましたね。はい、じゃあそれでは会場のお客様にまず先聞いてみましょうか。はい、じゃあまず1番目の電話じゃなくて毎日会いたいと告白していた学生風イケメンだと思う方、ぜひスティックバルーン鳴らしてください、どうぞ。あ、全然いない。全然いない。2、3人が。自信持っていいですよ、鳴らしたい方。そうですね。みんなリアリティを取るならここのはずだよ。あんまりリアリティじゃないのかな。じゃあ2つ目いきましょうか。2番目のお前を幸せにすると帰宅したサラリーマン風イケメンだと思う方、どうぞ。おお、これなんだ。そうなの？あ、へえ。さあそして3番目のプロポーズをしていた王子様風イケメンだと思う方、どうぞ。ああ、なるほどなるほど。はい、やっぱり2番が圧倒的に多かった感じはいたしますが、じゃあそれでは発表させていただきたいと思います。正解は2番です。当たりましたね。当たった。はい。なるほど。ということで小松さんセレクトだったんでコメントもいただいてるんですが、一番王道なセリフのはずなのに最後どっちもしないお前を幸せにするとどこか外れている感じでリリっぽさを出してみた。リリっぽいからっていう理由なんですよ。リリが考えて言わせそうなセリフ。なるほど。リリの思う最強のっていうね。そうなんです。だからご家庭の事情ではございません。すみません。勝手になんか想像しちゃってすみません。前野さんのお話ではなかったということです。わかりました。はい。ということで以上リリの魔法はどれ、真のロマキュンを見極めろのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。盛大なバルーンスティックの拍手でお迎えください。どうぞ。ありがとうございます。じゃあそれではですね、今日なんですけども、まずは舞台挨拶みたいになってるじゃないですか。なのでオフィシャルの写真撮影から今日始めさせていただくという形にしたいと思います。で、すいません、会場の皆様にお願いがありまして、これなるべく笑顔の写真にしたいじゃないですか。で皆さんが真顔だと真顔の写真になりがちです、キャストの方も。なので、会場の皆様は無意味に笑顔になってていただいてよろしいですか。はい、トーンとしては若干俺バカかもぐらいのトーンがちょうどいいです。よろしいでしょうか。じゃあお願いします。じゃあ真正面ですね。はい、お願いいたします。はい、あ、でも全然今だったらこういうのやっていただいても全然大丈夫ですよ、会場の皆さん。はい。あ、高橋さん手元にリリがいますね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあそれでは写真撮影はここまでさせていただきますので、では。ロマンティックキラーに私はなる。星野アンズ役高橋理恵です。よろしくお願いします。緊張した。変なやつ。はい、和樹司役の梅原裕一郎です。よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっとね、はい、最初フッから入ったらなんか皆さんつられて笑ったのでちょっと申し訳ないです。すみません。はい